マッケンジーノーザン鉄道所有のエンド FP9。典型的な A ユニットの車体を持つ。フードユニット型での B ユニットの例。エンドを GP60 バイト。GP60 の運転台無しバージョン。A ユニットとは、主に北米において、運転室を片側にのみ配置した電気式ディーゼル機関車を言う。運転室のない B ユニットを自社と共に操作できるシステムを搭載している。 A ユニットには運転室と操作機器が装備されるほか、乗務員用のエアコンやラジオ、トイレまで装備されている車両もある。B ユニットは、これらのない、動力と走行装置だけを持つ機関車である。この A ユニットという用語は、キャブユニットタイプにのみ使われる。フードユニットタイプのロードスイッチャーは、基本的に運転室を装備しているので、A ユニットとは言わないが、運転室のないものは、 B ユニットという、運転室だけでなく、エンジンも持たないスラックとの違いに注意されたい。時に A ユニットを B ユニットに改造することがある。例えば、A ユニットが事故で運転室部分を損傷した時に、運転室を省いて修復し、B ユニットとすることがある。稀に B ユニットから A ユニットに改造することもある。シカゴノースウェスタン鉄道は、 ユニオンパシフィック鉄道からエンド E8 バイトを数量、購入して改造した例があり、クランドールキャブと呼ばれている。ありがとうございます。